ウド鈴木。その動物的勘だけで生きてきた彼にはあまり知られていない才能があった。それが暗記力。ゲストのプロフィールなどあっという間に覚えてしまうウドの異常な暗記力の凄さに目をつけた奴らがいた。マジかよ。打ち合わせ中申し訳ありません。本当ごめん、ちょっと打ち合わせ中なんで。今日は